伊野友作り、伊野友作り5月18日から1945年12月12日は、日本の政治家、弁護士、衆議院議員、岡山県木尾郡足森町で生まれる。関西法律学校を卒業後、明治法律学校に学び、1901年に卒業した。同年、判検事試験に合格し、司法官司法として、 高松区裁判所に赴任するが、半年で辞した。1902年より、大阪市で弁護士を開業。1913年、大阪市会議員に選出され、副議長を務めた。1920年1月、衆議院に補欠当選。以後、当選回数は、合計5回を数えた。当初は、立憲国民党所属であったが、 立憲国民党回答後は革新クラブを経て立憲声優会に参加した。1938年3月3日、第5回国家総動員法法案委員会の審議には司法大臣、塩野末彦が出席していたが、同日の読売新聞長官に同法案や電力国家管理政策を支持する論説が掲載されていたため、委員らは上原悦次郎を中心に その記事は政府が書かせたものであるかを問いただしながら同法案に激しく異論を申し立てていた。そこで委員長小川豪太郎は他の大臣らに連絡を取り陸軍大臣杉山本や外務大臣が審議に参加することを告げた。実際には陸軍大臣と内務大臣末次信正が参加。そこで委員のいたのが質問に立ち、 総動員の必要などは、国民が皆知っておる。総動員ということを知らせておくことは誠に結構で、その点は同感だが、自分の出した案をよく見てからおっしゃってください。これで国民に、何の覚悟ができるか、裏からでも表からでもよろしいが、どうぞ十分にラジオを通じ、新聞を通じ、即記録を通じて国民に分からせてもらいたい。国民が私と同じ程度のものであるならば、 政府の言うことがわからない。どうぞ国民が、なるほど必要やむを得ないものだと了解し得る程度の説明を願う。どなたでも、説明の上手な人でよろしい。などと、大臣らへの同意を示して、説明を促した。これについて、佐藤健良陸軍中佐が、説明員として答弁したが、宮脇長吉らが、この説明に対し、討論はいかん。 止めた方が穏やかだなどのやじを飛ばし、佐藤が、黙れ、とどなるという、いわゆる、黙れ事件が起きた。佐藤は、委員長に促されて、すぐに発言を取り消したが、いたのはさらにその発言を議会軽視として問題視して、司法大臣に、政府の責任を認めさせた上、私どもは、はじめから申した通り総動員の計画準備の、 必要は通感していると申している。普段から訓練しておかなければならぬ。それだからこの法律を早く作らなければならぬとおっしゃる。政府発案の趣旨を捉えようというがために、これを反復してお尋ねしているのであって、決して非難するとか、攻撃するとかいうのではないなどと質問を続けた。これに対し司法大臣は、板野君のご意見は、憲法第十一条があって、 その広大無辺なる力があるのだから、その時になって決めたらよろしいではないか。そのことは、国民一般が、憲法の上昇によって、よく覚悟しているのである、覚悟とか準備とか言うけれども、本法を制定しなくとも、憲法において、すでに国民の覚悟を要求しているという誤説であると、板野の,の意見を再び示した上、平時において、非常の場合において、総動員が行われる場合には、 各々の義務を負うのであるという目標を対抗ながら示しておく方がよろしいと考えていると答弁。ここで、理事西尾末広が予定時間の到来を告げ、同日の審議は終了した。翌日の委員会には、司法大臣、陸軍大臣のほか総理大臣、近衛文丸、外務大臣、広田光樹、海軍大臣、与内光正、鉄道大臣、 中島地区兵も出席。再び、上原悦次郎らが質疑を続けた。審議は3月16日まで続き、最終的に、浅沼稲次郎も含む委員40名の全員が賛成し、同日に衆議院でも可決され、貴族院に送付となった。貴族院の委員会では、修正案も提出されたが、3月24日に、法案は可決。ありがとうございます。